皆さんこんばんは、生田絵梨花です。ちょっとお待たせしてしまいすいません。皆さんお仕事は、学校はもう終わったのかな。お疲れ様です。私も今番組収録をしておりました。最近は皆さんどんなことをしてお過ごしですか。これコメントをどうやって見るんだっけ。これボタン、んそう、なんか久々の乃木曜日だからちょっと操作が分からなくなってきちゃった。あ、コメントボタンっていうのがどこにあるの。待って、初めてやる人みたいになってる。左か右で言うと、ん、ここ、あ、ここだ、あった、あ、ありました。よかったよかった、やっとみんなの声が聞ける。皆さんは今日何してましたか。あ、部活とかね。あ、そっかそっか、ご飯、あ、ちょうどご飯の時間だもんね。私は今はもうすぐレミゼの名古屋公演始まるんですけど、その間の期間は絶賛乃木坂の活動をしつつ、実は皆さんの知らない間に内緒で日本を出ていました、しばらく。これはメンバーにとスタッフさんにしか言ってない。本当に弾丸で行ったんですけど、どこに行ってたでしょうか。クイズ、どこだどこだ。デュッセルドルフ、違うんですね。カナダも違うんだ。仕事じゃないの。その日本を出たのはオーストラリアでもない、もう完全にプライベートで行きました。2泊。フランスでもないんだ。違うね。ちゃうで。あ、正解出ました。イギリスに行ってました。わー、ロンドンに初めてかな、多分初めて行ったんです。すごい楽しくて、一番の目的はレミゼのね、救援室を向こうでやってて、今ロンドンでしかやってないんですよ。それでそれがもう近々終わっちゃうらしくて、そうするともう世界中どこでももう救援室はやってないっていうことになっちゃうから、その前にちょっと見ておきたいなと思って交渉して行かせていただきました。皆さんが今、まあ、みんな見てるかわからないけど、日本で見てるやつは新演出って言って、どれぐらいだったかな、2000、まあ、ちょっと前に変わったんですけど、救援室っていうのは、あ、そう、ごめんね、めっちゃ真面目に喋ってる、ごめんね、今日そういうモードだから、すごい真面目なモードで来たんだ。そうそう、あの盆が回るのよ、レミゼの救援室は。そうだから作りも全然違ったり、衣装も違うし、あとなんか普段今知ってる曲がちょっと長くなってたり、イントロがついてたりとか、結構違ったので面白かったですね、すごく。面白かった、イエーイ。そう、あとはちょっと観光したのと、あ、そう、ハリーポッターも見たの。みんな知ってる？ハリーポッターの舞台見たことあります？ハリーポッターのない？めちゃめちゃ面白かったですよ。なんかイリュージョンがすごくて、なんか目の前で本当になんか杖アルフモーラーみたいな感じでやったらもうボーンみたいな、なんかボーンって炎出たりとか、なんか人が飛んだりとか、あ、それエクスペートクレマルドーナみたいなやつ、そう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 、なんか人も飛ぶし、なんか対決とかもするし、なんか1秒とかで人が変わったりとかするんですよ。それがめちゃくちゃ見てても楽しかったし、まあ、もしもしこれから、あ、今ニューブロードウェイでもやってるらしいんですけど、見る予定の人がいたら、今脚本っていうんですか、戯曲がそのまま本で売られてて、でそれ日本語で読んでから行った方が、ミュージカルとかじゃなくてストレートプレイだから、言葉は読んでから行った方が分かりやすいなと
思います。そうな、真面目でしょそうそう、あのね、ハリーポッターはでも1回見るだけじゃダメなんですよ。なんか歌舞伎みたいに昼の部と夜の部を見て完結っていうか、その2回分見て完結で、あ、まあ、夜と夜でもいいんですけど、その2回分を買わないと話がつながらないっていうのはちょっと要注意ですね。そうそう、前編後編みたいな。そうなのね、日本でもやる日はあるんですかね。結構でもめっちゃ日本でできないんじゃないかなって思うぐらい、なんか規模っていうかすごく大きい、どうやってやってんのみたいな謎がいっぱいな不思議な面白い舞台でしたそうなんです。あ、美味しかったのはね、なんだっけな、何食べたかな、結構でも食よりもなんかいろいろやりたいことを詰め込んでいったって感じだったんで、何が美味しかったかな。イギリス、あの、なんだっけ、スコットじゃなくて、スコッティじゃなくて、なんだっけ、あの、塊のパンってなんて言うんですか、塊のパン、あの、何にも具がないパン、あ、スコーン、よくわかったね。そうそう、スコーン有名じゃないですか。だからそれ食べたくてアフターヌーンティーしました。そうで、スコーンってなんか日本で食べたことあるんですけど、ちょっとあのパサパサなイメージがあって、まあ、そんなに別に、まあ、特別好きでもないし、まあ、記念にと思ったんだけど、おしゃれでしょ。そうそうそう、だけど結構向こうのはしっとりしてました。なんかね、あれ冷めるとパサパサになるらしくて、あの布にこう包まれてあったかい状態保てるように出てきてた。そうそう、アフターヌーンティー優雅でしたよ、とっても。そうそう、あとはね、あれに行きました。あの、あれあれ、蝋人形の館ってさ、あるじゃん、あるじゃんってあなたが言ったんでしょって話。そうなんだけど、蝋人形のさ、なんだっけ、マダムスコッティじゃなくて、なんだっけ、なんて言うんだっけ、あるじゃん、あの蝋人形の館、知ってる人いないかな。まだ、そうそうそう、マダムタッソー、よく知ってるね、みんな。そうなの、マダムタッソーに行く予定はなかったんですけど、たまたま歩いてたらなんか行き着いて、蝋人形の館みたいな。そう、それで面白そうだなと思って入ったんですよ。でも蝋人形の館って聞くと、あ、高かった、結構1万円ぐらい して1万円以上だったかな。うわ、正直すっごいぼったくられたと思って、で入って、まあいろいろ蝋人形ワンフロアで見て、なんか写真とか撮って終わりかなと思ったら、全然そんなことなくて、まず、まずは蝋人形のそのパーティー会場みたいなところがあって、そこでいろんなそのハリウッド俳優っていうんですか、さんがたくさんいたりとかして、私も結構映画とかで、ああ見てた人だみたいな、すっごいなんかミーハー心がくすぐられちゃって、めちゃめちゃ写真撮りました。自撮りもしたし、撮ってももらったし、でそれがめちゃくちゃリアルで、なんだかなんかその写真撮ってもらって嬉しいみたいな気分になりましたね。私が一番嬉しかったのは、エディ・レッドメインと一緒に撮れたこと。知ったきっかけは、そのまたレミゼの話になっちゃうんだけど、レミゼの映画を見た時にマリウスをやられてて、それですごく好きになって、そうそう、で写真撮りました。すっごい写真撮ったから、ちょっとモバメとかで送りますね、うん、欲しくないかもしれないけど送りますね。そう、それでそのパーティー会場を抜けた後は、今度はなんかキャラクター、いろんなキャラクターとか映画の登場人物とかが、その設定の中に自分が入って記念撮影できるというか、その登場人物になれるみたいなところもあったり、あとはね、あ、ちょっとこうホラー系のところもあったんだけど、私正直すっごい怖いのとか無理だから、そこは飛ばしました。それで乗り物とかもあるの、実は。で、某ランドの某なんとか、なんていうんですか、トゥモローなんとかみたいな
感じで乗り物に乗っていろんなとこを見て、それもすっごいリアルなろう人形、すっごい好きになったんで、もし他の国にもあるのかな、行く機会があったら皆さんもぜひぜひ、進化してるのでマダムタッソー行ってみてください、うん、めちゃめちゃあの思い出の詰まった2日間3日間になりました。はい、そうなの。あ、3万人突破ということでありがとうございます。今日はとっても真面目な生田です。あ、そうそう、そのね、まだマダムタッソーについて喋るんだけど、そのろう人形の館はもう一個喋ってなんか忘れてた、ゾーンがあって、あ、ゾーン、コーナーがあって、でそこは、まあ、大統領だったり、あの皇室の人だったり、歴史上の人物だったり、あとは、歌手の人たちもいたり、あとね、スポーツ選手のゾーンもあったんですよ。だから私、あ、これもしかしてハメスと会えるんじゃないかなと思って、すっごいハメス・ロドリゲス探したんですけど、まあ、いなかったです、うん、残念だった。なんか違うサッカー選手はいたんだけど、もし取れたらツーショットかなってたのになって思いました。そうそう、なんかさ、乃木坂バージョンもあったらすっごい楽しいだろうなって思っちゃった。まあ難しいとは思うんですけれども、そうなの。あ、レディーガガもいた。レディーガガ、あのなんだっけあれ、あの、あ、私もう本当にすぐ出てこなくなっちゃうな、あのスター誕生、そう、アリーを飛行機の中で見てたから、なんかより嬉しかったですね。すごいいっぱい、12時間も移動したんで映画もいっぱい見れました、うん、そうなの。アニーじゃないよ、アリーだよ。そうそうそう、最近仕事で楽しかったことね、めっちゃ飛んだね、変な顔なんだろう、最近仕事で楽しかったこと、最近はほとんどメンバーと一緒にいるかな、なんだかんだ。あ、そう、この間なんかスペシャルイベントっていうんですか、あのファンの方と一緒に、あのなんか前までは黒ひげとか、なんだっけ、神経衰弱とかだったんだけど、なんかすごい玉入れとか、あの大縄跳びとか、なんか新しいコーナーができてまして、うん、それすごい楽しかったですね。あの何の功績も残せなかったんですけど、うん、あ、卓球もやったね。卓球めちゃくちゃ上達しましたよ。パン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 ってそうそうそうなんだよね。そう、なんかすごいクマひどく見えるけど、なんか光の問題で全然大丈夫よ、疲れてないよ。そうなの、アスカ、あ、そうそう、アスカちゃんと最近よく絡んでますよ。最近っていうか、なんか今までは、私は本当にもうずっと大好きだから絡みに行ってたんですけど、なんかスルーって逃げる感じだったのが、最近すっごい返してくれて愛を。あの皆さん想像できないと思うんですけど、あの連絡のやり取りとかもめっちゃハートの絵文字とか使えますよ。すごいでしょしかもハート1個じゃないんだよ、何個もハートハートハートみたいな、そうそういう感じの中になりました。あと私がなんか雨降ってて、この間撮影の時に、そんで雨さんさんとって歌ってたら、アスカちゃんも一緒に歌ってくれたんです。アスカちゃんがお歌を、嬉しい。なんかそういうのをさ、なんかさ、あ、はいみたいな感じで見てそうなイメージだったから、あ、すっごい乗ってくれるじゃんと思って、もうどんどんこのまま引き込もうかなと思ってます。そうそう、だいたいアスカと真夏と私と最近はなんかいろいろ適当にふざけて喋ってることが多いかなって思いますね。そうそうそう、そうね。あとは
あ、そうそう、真夏とはね、そうそう、焼肉行きたい。焼肉この間誘ったんだけどさ、親知らず抜いたばっかで行けないって言ってて、結構粘ったんだけど、さすがに体の部分はちょっと私も抗えませんでした。しょうがないと思って、また近々狙いたいと思います、強制的に。 そうね、4期生の子ちょっとずつ喋れるようになってるよ。あ、マッチュもご飯行こうって言ってるの、嬉しい。マッチュ最近会えてないんだ、寂しいんだ。マッチュはそう結構忙しそうで、最近どっかでまた3人でも何人でもご飯行けたらいいなと思いますね。そうね。じゃあツアーの準備もちょっとずつ進んでますよ。だって名古屋ももうすぐだもんね。名古屋もう3週間ぐらい？なんか今回もなんかちょっと私口が滑っちゃう癖あるからあんまり言わないけど、なんちゃらコーナー的なやつはあるらしいですよ。まあ、前回とは違うみたいですけどね。そうなんね。神宮外れたんだ、寂しい。またどこかでぜひ来てください。今何食べたい？私はずっと四六時中冷麺が食べたい。冷麺大好きなの。なんかでもちょっとそば粉麺みたいなやつじゃなくて、ちゃんとこうもちって弾力があるやつがよくて、盛岡冷麺が一番好きかな。だから焼肉屋さん行きたいっていうのはもちろんあるんだけど、一番の目的は冷麺食べたいみたいな。そうそう、そんな感じ。だから今はそう、ちょっと予定を探ってどなたかと焼肉か冷麺を行くのが目標。よーし、そろそろこのコーナーでも何でもない。 普通に喋っちゃってるし。そうそう、あ、そう、今日はあれなの、一つ結びです。この前の収録でなんかちょっとまとめてたから簡単に縛っちゃいました。さあ、ということで、そんな麦帯選手権に行きますかね、そろそろ。はい、今週の競技は片手ボールつかみ。この箱の、ボールを片手で一つかみして、最も多くつかめた人には何ですか？何があるんだ？プレゼント？焼肉？焼肉だって！ めっちゃテンション上がった。イエーイ！ 頑張るぞ！これだって今ちょうど私が欲してるものだもの。8個、5個、6個という記録が出ています。レナチさん手置きすぎじゃない？ 8 個？ 1,2,3,4,5。 え？私ね、手めっちゃちっちゃいんですよ。なんか手のひらはまあ大きいんだけど、指がすっごいちっちゃくて、いけんのかな。でもすっごい今めっちゃ、これどういう持ち方してもいいんですか？このどうしたらいい？引き出したら全部落ちました。 こんにちは。ボールが全部落ちました。めっちゃ迷惑かけてます。 ごめんなさい、すいません。どうしよう、これちょっとしばしお待ちください。やば、これどうしたらいいんだ。これこうして、あれ、これどうしたらいいんだ。ちょっと一旦お預けしてもいいですか。これでいいんですって。 じゃあこのビニール袋の、中のボールをいくつ、つかめるかという、そういう選手権になっております。さあ、どれぐらいつかめるんでしょうか。ちょっとやってみようかなと。これ見ながらやっていいんですか。今何個取れてるって分かりながらやっていいんですか。
一回だけ？あかで一回だけだけど見ながらやっていいんですか？一二三四五六七八九。えこれちょっとレナツさん過ぎじゃないって。私は本気出すよ。完全に掴んでないとダメですか？やだ緊張する。ちょっと待って落ちなければいい？ちっこいの苦手なんだよな。あ、ちょっと、あ、証拠見せて。あ、すっごい、あ、ダメだ。ダメだ。あ、ダメだ。レナチさんすごいな、これ。これダメ？全然掴めないよ、これ。あ、はいはいはい。よいしょ。あ、これね、ビニール袋ってちょっとあれかもしんない。あんまり良くないかもしれない。ビニール袋はなんでかっていうと、そこが固定されてないから、早くやってよって感じですよね。ビニール袋めっちゃやりづらいんですけど。じゃあ行きますね。はい、これいいの？これ平気？はい、つかみました。はい、数えます。いきます。1 2 3 4 5 6 7八九イエーイ、やったー、九個、やったやったー。え、ずるくないよ。え、今のずるかったですか？あ、セーフ、セーフだって。やったー。片手で掴みました。嬉しい。初めてこれで勝った。9個嬉しい。やったー。これでいけます。焼肉、あ、ちょ、わかんない。明日は誰なんだ。明日はまだ発表になってないか。焼肉きっといけると思います。そしたらちょっと報告しますね、またいけたら。さあ、ということで、いっぱいボールの残骸が、はい、これからカップスターわら CM 企画をしたいと思います。生放送でコマーシャルをしようという企画でして、前回かなちゃんが決めてくれたお題があるらしくて、こちらの神戸関西すき焼き風国産牛乳使用、こちらを食べるんですけど、地元の方言で食べた感想をお願いしますということらしいです。え、地元ってどういうこと？地元ってことは、え、ドイツってこと？ドイツと東京、ドイツ、なるほどなるほど、うん、全然ドイツ語覚えてないんだけど、これ、まずじゃあ普通にじゃあまずは食べますね。どんな味か、じゃあ日本語で、はい、言いたいと思います。いただきます。いい匂い、匂いもよし。いただきます。ね、このね、牛肉のこの肉感が本当にしっかりあって、で、その出汁も効いてて、これが麺に絡まってすっごく美味しいです。卵も入ってるんです。まあ、すき焼きだから、そっか。すき焼きと麺ってこんなにマッチするってすごいなって思います。美味しい。それでは続いてドイツ語で、ちょっとあんま知ってる単語少ないんですけど、課題になってるんでちょっとやってみたいと思います。
ダンクシューン。Ich liebe dich. Bitte schön. Okay. どうですか？結構いい感じに、そうそう言うと思ったでしょ。ダンケシェンぐらいしかわかんない。ダンケシェンとあとはブンダバー。ブンダバーっていうのは素晴らしい、ワンダフォー、ワンダフォーっていうのをブンダバーって言いますっていうぐらいしか覚えてないんです。そうなの。まあでもいい感じで言えたんじゃないかなと思います。イエーイクリアー。あ、また4万人の方が見てくださってるということでありがとうございます。で、これはあ、そう明日の配信メンバーのね、あのお題も私が決めるのかな、決めて発表するということで、ちょっとなんだろうな、はい、あ明日のメンバーをまず、発表します。明日のメンバーは堀ちゃんです。イエーイ堀ちゃん。堀ちゃんへの課題はこの中からまず引きます。ポン。あ、なんか見ながら引いちゃった。まあ、いっか。はい。三重の伊勢海老汁風、三重県産伊勢海老塩、こちらを食べていただきます。これでやる課題はこちら。あ、ちょい足しね。ちょい足し生クリームホイップ。ホイップ。こちらを入れていただきます。え、私ちょい足ししました？私はないんだ。明日はちょい足し企画だそうです。あ、そういうこと、あ、そういうこと。はい、ということで多分ちょっと 甘くなって甘じょっぱい感じで美味しいんじゃないかなと思っております。では最後に山陽食品からさんのお知らせです。ん、山陽食品さんからのお知らせです。乃木坂46二度目フィギュア乃木留ちゃんがなんと5000名様に当たるキャンペーンを実施中です。6月末で応募締め切りです。ワラーカップスターのどれか2個を買うと一口応募できます。ツイッターでも告知しているのでぜひ応募してください。これみんな見てます、かわいい。よし、ということでほい、続いてはあ、はいはいはい、あら、もう終わり。あ、なんか私があれ、アメトーク、あ、私がね喋りすぎたせいで、最初にあのこの後本当は梅雨にちなむアメトークっていうのをやる予定だったんですけど、それができなくなりました。あと1分で終わり。そうなんだ。本当はね、皆さんの雨の日の思い出や雨の日の過ごし方を教えてくださいっていう企画だったんです。でその時私はどうするかっていう企画だったんです。まあ皆さんはどうしたらどうしてます？あと40秒以内にもしお教えいただけたらと思うんですけれども、私はもう外、雨、そう、ちなみに私は雨の日に外に出ることがほぼありません。私結構晴れ女なの。だから昨日一昨日も外ロケだったのね。それで雨の予報だったのがもうカンカン照り、もうなんとか日和だねっていう感じのめっちゃ晴れで、すごい自分でもびっくりしました。あとね、そうそう、ちょっとまだ喋りたいんだけど、あのなんか紙渡されちゃったからちょっとあれ読むね。はい、ごめんね、みんなの雨、あ、ボーリングとかね、みんなの読めなくてごめんね。あ、山ね、登ったんだね、ありがとうありがとう。で、スマートニュース告知あります。無料ニュースアプリスマートニュースの乃木坂チャンネル内で乃木曜日アフタートークを配信予定です。そちらもぜひチェックしてください。それでは、あ、もう終わり？うん、ごめんなさい。あ、終わっちゃった。本日のお相手は、真面目な生田絵梨花でした。
それではちょっと早いエンディングになってしまいましたが、皆さんバイバーイ。